で第1回墜落した宇宙船。悲しみの森をさまよう君はふと空を見て宇宙を思う。いくつもの銀河イメージしたその胸に生まれる勇気。そばにいて出しやがって。まあまあ二人ともそれくらいにしてくださいよ。なんか嬉しくない匂いか。うわぁ違う。うわちゃちゃちゃ。ハーブ、鳴らしがちゃんと終わる前に無茶するからだって言ってるビー。そんなこと言ったって待ちきれなかったんだからしょうがないだろ。ミント、ちょっと見てくれよ。バーブー、風が気持ちいい。緑の丘を渡ってきた風は一味違うわ。ねえねえ、そういえばパステル、なんか風景が寂しい気がするのは私だけかび？え、そう？そういえば確かに。ああ、パープルベル、パープルベルが一本も咲いてないわ。いつもならこの時期一面に咲き乱れて紫色の絨毯みたいなのに、今年は遅いのかな咲くの。でもどうやらそうじゃないみたいだビー。二つ先の丘の斜面にちょっとだけ咲いているのが見えるビー。この辺りではそこだけみたいだビー。本当ウィンビー？じゃあどうして？やっぱり自然が確実に失われていってるんだビー。ツインビー、以前はあの山の北側までパープルベルは咲いていたんだビー。それがここ何年かでだんだん範囲が狭くなってってるんだビー。そんな、何がいけないの？自然界が変化していってるの？そうだビー。でもその原因を作っているのは人間なんだビー。人間の文明が自然界のバランスを変えていってるんだビー。私たち自然を大切にしてないわけじゃないわよ。公害対策だって他の国よりは断然力を入れて取り組んでるし。どんぶり島だけそうしたってダメだビー。海だって空だってみんなつながってるんだから、人類全体が自然との共存を真剣に考えないと。このままでは失う一方だビー。ツインビー、地球の動植物たちは言葉が喋れないから気をつけてないと。亡くなってから初めて気づくんだビー。そうね、そうなってからじゃもう遅いんだね。どうしたんだよお前ら、いつになく真面目な話してるじゃないか。その話長い？え、なんでよ。腹減っちゃってさ、飯にしようぜ飯に。ああ、いつも幸せな男だビ。へえ、俺大変
未確認飛行物体が上空より高速で接近中。え、なんだ。お兄ちゃん、あれ。あ、ふう、すっごい衝撃だったな。一体何かしら。おい、行ってみようぜ、チンビ。B。ライト、ライト。たった今、パープルベルの丘あたりに何かが墜落したぞ。ああ、博士、落ちるとこちょうど見てたんだ。今現場に向かってるから何かあったら連絡するよ。そっか、頼んだぞ。ライト、見えてきたビー。ああ、ものすごい衝突だったんだな。全然原形をとどめてないや。降りてみよう、ツインビー。ビー、宇宙船かしらね。そうみたいだな。どこの国だろう。わあ、パーボー、この材質は地球のものじゃないって言ってるビー。じゃあこれもしかしてエイリアンが乗ってきたの。じゃ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 、その辺に卵とか転がってない？それかカブトエビみたいなのがシュカ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 って。出してる SF の水着。え、パイロットはどうしたんだろう。この一体の生命反応は私たちのものだけだビー。うん、そっか。ひょっとして無人だったのか、それとも衝突前に脱出したのか、死んじゃったのか。博士、とりあえず現場の映像は収めたビー。そうか、それじゃあ一部でいいからサンプルを持って戻ってきておくれ。よし、じゃあ帰るか。ええ、パブ。なんだ、わざわざ見に来るほどのもんじゃなかったな。さ、戻るとザコビ、早く起きなきゃならんからな。明日もアクアトンネルのシール工事だったわるね、ご主人様。ああ、あれか、あれか、あれか。ま、金がいいから贅沢は言えんがな。半年前、ブラックツインビーやブラックワルモンに全財産を投入してしまったからな。このワルモン博士といえども、資金を蓄えんことには何もできんわい。ああ、天才とお金はねじれの位置にあるのだろうか。うん、ご主人様、何かが降りてくるワル。なんだと？隠れるのだザコビー。ワル。ここだ、ここだ。はっはっは、反応ありません、ボス、ス、ス。よく探せ、なんとしてでも探し出すのだ。いやこの島をじっくり探してみる必要があると思いますが、が。うん？それでは準備をしろ。はい。ご主人様。うん。何か膨らんでいくわる。うん。奴ら何を始めるつもりだ。見てみるビー。あん、外？夢と魅惑のファンタジックワールド、あのボリジョフサーカスがどんぶり島にやってまいりました。本日より毎日パープルベルの丘仮設テントでイリュージョナルなショーを開催いたします。ご近所お誘い合わせの上ご来場くださいますようお願い申し上げます。あ、お兄ちゃん、おったの？ああ、なんか派手なのが来てるな。もう見とったら喜んじゃって。ラブ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 。絶対見に行くんだって言ってるビー。そう、でもいい子にしてないと
博士連れて行ってくんないわよ。バブわかったわかった、実は私も興味あるんだ。おはよう、おはようライト。あーホワイト。おはようパステル。おはようマトカ、今朝は賑やかね。そりゃそうよ、だってどんぶり島にサーカスが来るなんて初めてのことじゃない。そうそう、サーカスなんて本で見たことしかなかったからな。もうこの世にはないもんだと思ってたよ。なんでかしら、妙にノスタルジックにさせる音楽よね。うん、あの飛行船から流れてたやつだろ。ほらあの曲で起こされちゃったから耳について、耳について。なあライト、今日学校の帰りに覗いててみないか。ああ、いいぜいいぜ、行っか。お兄ちゃん、なんだよパステル、行っちゃダメなのかよ。日曜日にみんなと行くって決めたのに勝手に行っちゃうの。外からちょっと覗くだけだよ。本当なあなあ、もう心配だから私も行くわ。別にいいぜ。ねえパステル、実はパステルも見たくてしょうがないんじゃない。うわなんだ、蚊が止まってるのかと思ったわ。ごめんごめん、ゴー。窓が血が出てるぞ。このお尋ねのビラ何かしらね奥さん。こんな変なもの見たことないわよね奥さん。おいパステル、ここは。そうよお兄ちゃん、ここは昨日宇宙船が墜落した場所じゃない。一体いつの間にこんな。脚本いで、復活に寄せてのメッセージは台本早く書きます。あれめだろ。安則、演出岩波。また会えたね、また。吉和。セリフ取るなよ。出演ツインビー田中。めでたいめでたい、こんなにめでたいことはない。わざい真由美。パステル、シーナ、みんな会いたかったよ。ヘキル。ウィンビー西原。みんなやっぱり変。クミコ。ミントとグインビー伊藤。ヘキルジミちゃん。ミントとグインビー伊藤。ヘキルちゃんみたいに可愛くなろうっと。ミキ。シナモン博士。田中。復活の意気込み。カズミ。マドカ。コーダ。ツインビーパラダイス。ツー。曲も新たに頑張るぜ。マリコ。ホワイトとゲライス、キサイチ、ホワイトをよろしく、アツシ。ザコビーとビエール、ヌマッタ。ザコビーとともに、あなたの時間はね。ユースケ。ワルモン博士、騎士の、みんな会いたかったよ、うるうるうる、ユキマサ。ボリチョフ団長、ゴーリ、楽しそうな番組ですね。大好きです。ライト、山口、復活に寄せてあげて、寄せて寄せてあげる。バンガじゃないの？なんだそれ。頑張ります。カッペ、以上でお送りいたしました。